四日市ドーム内部四日市ドームは三重県四日市市の霞ヶ浦緑地公園内にある多目的ドーム施設である。四日市市はドームの運用について四日市ドーム条例を定めている。1997年8月1日会場。四日市市の市政志向100周年記念事業の一環で建設されたドーム施設である。アリーナはアメリカンフットボール、サッカー、 テニス、グラウンドゴルフ、ソフトボールなど各種スポーツに利用できる。なお野球に関してはアリーナが競合であるため、公式野球、軟式野球では使用できず、利用は少年野球のみに限定されている。また、この他に展示会などのイベントでも利用可能としている。完成前年の1996年、アサヒビールから発売されたスーパードライ。 四日市市政100周年記念館には、四日市ドームの完成予想図が描かれていた。かつて、四日市市に本拠を置いていた、旧 JFL コスモ石油四日市 FC は、市内の四日市中央緑地陸上競技場と、四日市市霞ヶ浦サッカー場を、ホームスタジアムとして使用していた。しかし将来の J リーグ入りのためには2万人程度を、 収容できる施設が必要なことから、コスモ四日市は、同競技場の改修を求めていた。また当時建設が進められていた、四日市ドームでは、サッカーの実施が可能であることから、完成前後には、コスモのホームスタジアムになるのではないかと一部市民の間で憶測されていた。しかしアリーナの面積は境外で人口芝張りなため、サッカーの公式戦を開催することはできない。 結局コスモ四日市はこれら施設面などにおいて市からの支援を得られず、同社の経営合理化などもあり J リーグ医療断念。1996年シーズン限りで解散した。その後、人工芝を誇る四日市市中央フットボール場は2018年に完成し、ビアティンミエが拠点にしたものの2万人収容の施設は建設されなかった。ありがとうございます。